はい、どうも、トッティーゲームです。今回は、プレイステーション2、ストリートファイターゼロ、ファイターズジェネレーションを解説。2006年5月25日に通常版、2007年11月15日にベスト版が発売された。本作はストリートファイターゼロシリーズコレクション的なソフト。まずは収録タイトル。1本目、ストリートファイターゼロ。ゼロシリーズ記念すべき1作目。スーパーストリートファイター 2X からの変更点は、コンボゲージが3段階のレベルに分かれ、スーパーコンボの3段階の強さを使い分けることができるようになった。それに伴い、ゲージ管理も戦闘の駆け引きの重要な要素の一つとなる。スーパーコンボも複数使い分けることができるようになり、空中ガード、ゼロカウンターなどのゼロシリーズ特徴的なシステムも本作から使用可能。他にはオートガードができるオートモード、本作のみのシステムとしてヴァンパイアシリーズのチェーンコンボみたいにボタンを順番に押すだけで使えるお手軽コンボ、ゼロコンボは初代ゼロの特徴的なシステム。グラフィックもスーパーストリートファイター 2X のドット絵から大きく変更され、 VS カプコンシリーズやヴァンパイアシリーズのようなアニメ調のグラフィックに変更になった。このグラフィックもゼロシリーズの特徴的なグラフィック。使用できるキャラクターはストリートファイター2シリーズからリュウ、ケン、チュンリー、サガット、ベガ、ゴーキ、初代ストリートファイターからアドン、バーディが復活、ファイナルファイトからガイ、ソドムも参戦。新キャラクターとしてローズ、ナッシュ、そして隠しキャラとして最強竜の使い手ダンが初参戦している。前作スーパーストリートファイター 2X からガラリと変わった作品になった。2本目はストリートファイター02。前作との違いは新システムとしてオリジナルコンボが追加されている。その代わりなのかゼロコンボは削除されている。ゼロカウンターやオートモードの仕様が変わっていたり、ダウン回避などが使えるようになっている。追加キャラクターはストリートファイター2シリーズからザンギエフ、ダルシム、ファイナルファイトからロレントが追加された。新キャラクターとして追加されたのは女子高生ファイターサクラ。当時この狙ったキャラクターに賛否両論があったが、ストリートファイターシリーズの人気キャラとしていろいろなシリーズに参戦している。3本目はストリートファイター02アルファ。海外版ストリートファイターアルファ2をベースに開発した逆輸入版。アルファ2で初参戦した殺意の波動に目覚めたリュウや、ストリートファイター 2-仕様の EX ザンケイフや EX ダルシムが使える。新技などの追加やバランス調整されているので、前作よりも完成度は高くなっている。4本目はストリートファイター03。ストリートファイターゼロシリーズ3作目。本作では新たにイズムシステムが追加された。スーパーストリートファイター 2X 風の性能の X イズム。ストリートファイターゼロの特徴的な戦闘システムとスーパーコンボが複数使える Z イズム。海外では A イズムになっている。そしてゼロシリーズのシステムは使えるが、スーパーコンボが使えない代わりにオリジナルコンボが使える V イズム。この3つのイズムを選択して戦うシステムになった。他にはゼロカウンターや投げなどのシステムは仕様が変わっている。削除されたシステムとしてオートガードが削除されている。追加キャラはストリートファイター02-からキャミ、ストリートファイター2シリーズからブランカ、エドモンド、ホンダ、バルログ、バイソン、新キャラクターとしてレインボーミカ、カンズキカリ、ユーニ、ユーリ、ファイナルベガが追加された。戦闘システムで追加されたのはガードゲージが追加され、それに伴いガードクラッシュするようになった。ガードをし続けるとガードクラッシュして無防備になる。そして吹っ飛んだ相手に追い打ちをかけれるようにもなった。5本目としてなぜかゼロシリーズとは関係ないポケットファイターが収録されている。カプコンのデフォルメされたキャラクターを使って戦う格闘ゲーム。操作方法もストリートファイターシリーズとは違い、ワンレバープラス3つボタン、パンチ、キック、スペシャルとシンプルな操作方法になっている。戦闘システムも違い、必殺技が成長するジェムシステム、手軽にコンボがつながるフラッシュコンボなど、ゲーム性は他のものよりシンプルで簡単になっている。参戦キャラクターはストリートファイターシリーズからリュウ、ケン、チュンリー、ザンゲーフ、ゴーキ、ダン、サクラ、イブキ、ヴァンパイアシリーズからモリカン、フェルシア、レイレイ、ウォーザードからダバサが参戦している。
本作オリジナルキャラはいない。隠しタイトル。本作ストリートファイターゼロファイターズジェネレーションには条件を満たすことにより隠しタイトルが遊べるようになる。そのタイトルを見ていきましょう。隠しタイトル1本目、ストリートファイターアルファ2。海外版ストリートファイターゼロ2のゲームシステムなどは一緒だが、殺意の波動に目覚めた竜が使える。他には EX キャラザンゲフとダルシムも使用可能。隠しタイトル2本目、ストリートファイターゼロ2ダッシュ。ゼロ2アルファをベースにプレイステーション、セガサタンで発売されたストリートファイターゼロ2ダッシュの要素を追加したアレンジ移植。なので本作ではキャミーが使用可能。しかも本作ではキャミーがアーケードモードなど全モードで使用可能。キャミーがストリートファイターゼロ2でいろいろなモードで使える唯一の作品になっている。3本目の隠しタイトルはストリートファイターゼロ3アッパー。厳密に言えば CP システム2のストリートファイターゼロ3をアレンジしたアッパー風の移植作品になる。追加された要素は家庭用ソフトで追加されたキャラクターDJ、フェイロン、サンダーホーク、ガイルの4人が追加されている。ゲームボーイアドバンス版で追加されたユン、マキ、イーグル。PSP 版で追加されたイングリッドはもちろん参戦していない。ファイナルベア専用のイズム、S イズム、EX バイソン、信号機、ファイナルベガが使えるのも本作の特徴。あくまでアッパー風の移植だが、このバージョンを据え置き機ハードで遊べる貴重なソフト。そして最後の隠しタイトル。隠しタイトルを含めた全ての8タイトルをクリアすることにより遊べるようになるハイパーストリートファイターゼロ。名前にハイパーとあるようにハイパーストリートファイター2のようにシリーズの性能の違うキャラクターで対戦が楽しめる。初代ゼロの性能だとゼロコンボが使えたり、ゼロ2の性能だとオリジナルコンボとスーパーコンボが使える。ゼロ3だとイズムの選択方式になったりと、いろいろなシステムの性能のキャラを使って対戦するのは楽しい。しかし VS モードとトレーニングモードしかなく CPU 戦を楽しめない。対戦ツールとしては面白いのだが、一人用だと何の役にも立たないこのハイパーストリートファイターゼロ。アーケードモードやサバイバルモードがあればよかったのに。プレイステーションやセガサタンで発売されたストリートファイターコレクションでも同じ仕様の隠しタイトルがあった。一人で遊べないのは本当に残念だった。ファイターズジェネレーションとは、今回のソフトストリートファイターゼロファイターズジェネレーションだが、基本的にはアーケード版の移植作品になっている。なのでゼロ3なので家庭用で遊べたワールドツアーモードなどはない。しかしハイパーストリートファイターゼロポケットファイター以外ではドラマチックバトルが楽しめたり、隠しオプション、エキストラオプション、シークレットオプションなども用意されている。さらにプログレッシブ出力対応なので D 端子などで接続しているとより綺麗な画像で楽しめる。ロード時間もタイトル選択時に一括で読み込んでいるので快適にプレイできる。さらにプレイステーション BB ユニットで使用するハードディスクにも対応なので、さらにロードが速くなる。アーケード版から移植なので、アーケード版の隠し要素、家庭用での追加された隠し要素両方が遊べる。プレイステーション2なので周辺機器が豊富なので、アケコンや6ボタンパッドの選択肢も広いのもいい。今でもプレイステーション2は人気ハードなので HDMI コンバーターが出ていて綺麗に出力できるのも良い。コントローラーコンバーターも使えば最新のアキコンやヒットボックス、ロコボタンパッドが使えるのもいい。ちなみに私はこのコロンバスサークルのスーパーコンバーターを使って堀のリアルアーケードプロ N を使ってプレイしています。こういった機材があるのもいいんですよね、プレイステーション2。気になった方は Amazon のリンク概要欄に貼っているのでチェックしてみてくださいね。ストリートファイターゼロシリーズのいろいろなタイトルや隠し要素が楽しめるので、ストリートファイターゼロシリーズファンなら持っておいても良いタイトルだと思います。ゼロ2アルファやゼロ3アッパーが据え置き機に移植されている貴重なソフトです。比較的出荷本数が多いので Amazon だと3000円ぐらいから購入できるので、気になった方は持っていた方がいいソフトです。もしかしたら高くなるかも。まとめ。
今回の動画はこれでおしまいです。ストリートファイターシリーズの動画他にもいろいろ作っています。概要欄に再生リストのリンクを貼っているので、よろしければ他の動画も見ていただければ嬉しいです。これからもいろいろな動画作っていくのでよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイチャー。